った超絶ピンチ。これから一体どうなっちゃうの？でもそんな感じですかね。こちらが。わあ、ちょっと見て見て、この蝶々、街じゃ見たことなくない？ほんとだ、なんか怪しい色。ねえガイドさん、これなんていう名前？え、あ、それは。わあ、変なの生えてる。エルフの森、面白い。ねえガイドさん、次はどこ行くの？あ、次は最終とか草木のお世話ならともかく、私にガイドの仕事なんて。逃げ出したい。ん？何この草。ダメです、それはマンドラゴラ。抜くと大きな声が。大丈夫ガイドさん、ごめんね、ちょっとはしゃぎすぎちゃったわ。大丈夫です。おかえりなさい、葵ちゃん。ガイドはどうだった？やっぱり私には。そうなの？でもさっきのお客さん、葵ちゃんにすごく感謝してたわよ。そうですか。でもやっぱり人とうまく話せない私なんかじゃガイドなんて。そうなの？やっぱりもう少し人前で話すことに慣れてもらう必要があるかしら。ねえ葵ちゃん、セントテレサ女学院って知ってる？聞いたことくらいは。町の方にある学校でしたかね？そう、そこからフォレスティエにある申し出があったの。フォレスティエとの交流も兼ねて、短期で構わないから編入してくれる子を用意できないかって。そしてエルフ族の知見を生かして学院で特別講座をやってほしいそうなの。もしかして。というわけで葵ちゃんにはセントテレサ女学院へ通ってもらうことになりました。無理のすけさんです。そうかしら。これはとてもいい機会だと思うの。葵ちゃんがもう少しだけ勇気を出すための。大丈夫、葵ちゃんはいい子だもの、きっとやれるわ。はい、制服と学校案内と教科書一式よ。葵ちゃんならきっと大丈夫だって先生信じてる。頑張ってね。無理。無理です。ごきげんよう。ええ、ごきげんよう。挨拶の最高峰、ごきげんようが飛び交っています。きらびやかなオーラで目がつぶれちゃいそう。やはり
私が立ち入っていい場所ではないのでは。どうしようどうしよう。大丈夫マイフレンド君 V3 も置いてきてしまいましたし。あ、そうだ、あれがありました。特別講座で使おうと思っていたこのマンドラゴラ。お元気そうで何よりです。私はご覧のありさまですよ。そもそもぼっちの私なんかじゃ無理な話だったんです。こんな青春オーラがキラキラ輝いているような場所。そうだマンドラゴラさん、練習に付き合ってもらってもいいですか。せめて挨拶だけでもできるようにならなきゃ。ごマンドラゴラさん、私を置いていかないでください。行っちゃった。やっぱり私はどんな場所でもぼっちなんですね。さっきの声、幻聴じゃなかったんですね。あなたはどうしてここに。美里先生に頼まれてですか。そういえばセントテレサ女学院に通ってるって言ってましたっけ。よかった、本当によかったです。こんな場所で BB 団の団長さんに出会えるなんて。チエルもいるよ、チェルーン。ひゃちょ、チエル、やめとき。出会い頭にそのどぎつい挨拶、ビビってんじゃん、その子。ひゅー、うん、珍しい挙動をしているね。これは興味深い。エルフならではの呼吸法か何かだろうか。いや、同じエルフであるクロイ君には見られない反応だが。ひょーん知らない人がいっぱい。あれ、まあ、人見知り子ちゃんなんですかね。先輩、さっさとチエルたち紹介してください。この子、怒涛の新キャララッシュに目回してます。おっと、待ちたまえ。君は編入生の自己紹介という学園生活において希少かつ貴重な機会を奪うつもりか。切開は不要。ここは僕ら自身に名乗らせてもらおう。ユニだ。知性あふれる大人の風格から一目瞭然だろうが、この中では一番の先輩、最上級の3年生。困ったことがあればいつでも頼ってくれたまえ。次、クロエ君。え、うち。ああ、どうも、はじめま。テレジョ2年のクロエス。一応同じエルフ族。まあ、よろしく。そしてそして、可愛さ100点満点の1年生チエルですよ、チェルーン。この挨拶はやがてランドセル全土の常識になるから、今からどんどん使っていってね。眩しい。なんでチエル目も向けてもらえないんです。確かにチエルは顔が良すぎて眩しいですけど、そんなリアクションは史上初だからほんのりショックですよ。うん、なるほど。これはあれだね、葵くん。ここまでの観察結果から推測するに、君はいわゆるぼっちだ。どうしてそれを。何の不思議があることか。自身と同じ空気を感知したまでさ。ユニ先輩すごい、恥ずかしげもなく堂々ぼっち宣言。あー、確かに挙動ってる時とかユニ先輩そっくりだった気するわ。さすがっすね、ぼっちパイセン。よせやい、褒めすぎだぞ後輩たち。この人たちは仲良
ロシップ。なんて輝かしくも美しい名前なのでしょう。眩しすぎて目から涙が。そんなに？これそんなに泣くほどいい名前だった？チエル、ここまで褒められるとは思いませんでしたよ。流れでクッソ適当に決まったギルド名ここまでベタ褒めされるとか反応に困るわ。てか泣きすぎじゃね？うん、他もう一つの候補案の方が良かったと思うがね。つまり仲良くなるためのギルドなんですね。さすがは BB 団の団長さんです。どこにいても BB 団の目的を果たそうとしているんですね。でもその仲良し部の方々がどうしてここに？彼に頼まれたのだよ。そうそう、編入生ちゃん迎えに行くんだけど初日で心細いだろうからうちらも一緒にってお願いされちゃって、通称にぎやかし要員。彼には論文を手伝ってもらっている。同志の頼みとあらば無下にはできまい。私のために？なるほど、 BB 団も仲良し部も誰かと仲良くなるという目的は同じ。その BB 団とか言うのはよくわかんないけど、まあ別に暇な時なら学校案内くらいできるし。無論僕とて協力するにやぶさかではないぞ。異文化交流は学術的見地においても寛容だ。端的に還元すれば育め友情、同じぼっち同士助け合おうではないか。チエルはみんなでチェルチェル楽しければ何でもいいです。皆さん はい、よろしくお願いします。大緊張やだ、葵ちゃんかわいい。チエルさんすごくいい匂い。いきなり抱きついてくるし、友達もいっぱいいそうだし、明らかなリア充。チエル君、みだりに身体接触を行うんじゃないよ。人には各々パーソナルスペースと呼ばれる不可侵領域がある。リア充と区分される君のような振る舞いは急進的に過ぎるのだ。同族として分析するが、葵君はおそらくリア充オーラに免疫がない。端的に還元すれば刺激強すぎ。なんでですか？チエル、誰とでもすぐ仲良くなれちゃうのが特技だもん。このぐらい平気だよね、葵ちゃん。手遅れだったようだね。けどこんな子をいきなり編入させるなんて、美里先生だっけ、相当スパルタなんじゃね。あ、なんだと？おい、君はその美里氏やらとも基地の間柄なのか？またですか？先輩どんだけ節操なく女性とつながってれば気が済むんです？いいけど知らんし、なんでも。てかまあその美里先生的にはこの編入作戦も一つの荒療治って感じなのかね。可愛い子には旅をさせろ的なやつ？知んないけど。ん？どうしたね後輩、何か我々に言いたげな面持ちじゃないか。ま、言わなくてもわかりますけどね。葵ちゃんのことチエルたちが気にかけてあげればいいんですよね。そんなこと何言ってんのですよ先輩。チエルたち最初からそのつもりですってばね、ユニ先輩。是非もなし、僕は青春がしたいなあクロエ君。まあいいけどそんぐらい。てかいいけど全然。
てかさ、どうなってんの？昼休みだからってわざわざ中等部まで様子見に来てみたのにさ、あの子いないんだけど。もぬけの殻なんだけど。ジェルー、葵ちゃん、ランチ行かない？って先輩とクロエ先輩だけ？葵ちゃんはどこ行っちゃったんです？うちが知りたいっての。ああ、もうどうしたもんかね。こういう時は現場で聞き込み大作戦です。あ、そこの通りすがり子ちゃん、葵ちゃん知りませんか？え？今日編入してきた人ですよね。その子だったらチャイムと同時にすごい勢いで教室から出て行っちゃいましたけど。ありがとう。お礼にこの挨拶を広めていいよ。チェルー。はい、一緒にチェルー。チェルー。中等部でもどんどん広めてね。はあ、だそうですよ。クロエ先輩、無駄足とかテンションだだ下がりっすね。オンオフのスイッチ軽すぎじゃね？つうか、したらあの子どこ行っちゃったのよ。うん、僕にはわかる気がするよ。ユニ先輩当たり前のようにいるんすね。てか来るの遅いっすよ。いや、それはあれだ、不可抗力だ。僕の研究室、すなわち象牙の塔は旧校舎の方にあるからな。新校舎と総称されるこちらの敷地とは距離がある。そう、それだ。言い訳いいんで。そんなことより本当に葵ちゃんがどこに行ったか分かるんですか？先輩への当たりが強いな、この後輩たち。まあなんとなくだが分かるよ。僕だったらどうするかという自己解釈に近い推論ではあるがね。そんじゃなるはやで言っときましょう。現状かなりお腹ペコなんで。あ？なんそれ。いや、お礼とかいらんし、別にこっちで勝手にやってることだし。そういうことだよ、後輩。君と親交のある葵くんに世話を焼くのは君との仲を深めることと同義だ。それは奨学金受給の条件、すなわち君と仲良くなるという課題を達成するためでもある。仲良し部ってもともと奨学金のために組んだ打算的なギルドでしたもんね。今では文字通り普通に仲良し3人組ですけど。いや、それはない。はあ、お邪魔。やはり人気のない場所にいたな。どうだい、行動心理学に基づいた僕の分析通りだろう。いや、うん、5箇所目だし。てかただのしらみつぶしだし。皆さんどうして？それこっちのセリフ。なんでこんな空き教室なんかにいんの？探すの超苦労したんだけど。ああ、その私、クラスの人たちとどう話していいかわからなくて、自己紹介もうまくできなくて、授業もよくわからないし、もうどうしていいかわからなくて。あのさ。はーい、クロエ先輩、そういうの後でいいんで、先にお昼にしませんか？確かに僕の的確な分析が功を奏して早期発見が叶ったとはいえ、時間は有限だからな。話は食べながらでも構わないだろう。そういえば仲良し部で一緒にお昼食べるのって珍しくありません？思えばそのような気もするね。なんだかんだと一緒にいることは多いのだが。そらまあ、放課後のギルド活動的なやつはまだしも、昼休みまでいちいち集まって飯るとかメンディーし。そうですか？チエルはこうやってみんなでご飯食べるの好きですよ。
ここに来てチエロ君が露骨に好感度を稼ぎに来ている。先輩である僕も負けてはいられないね。ユニもみんなでお食事したいよ。へえ。そういうのいいんで。ふん、そうなの。そっか、そうなんだ。うちもまあ楽しくなくはない。っていうか別に集まって食べたいとか、それもしガチで言ってんならうち的にはまあいいんじゃないのって感じだけどさ。聞きましたか、ユニ先輩。クロエ先輩、あざといの塊ですよ。見損なったよクロエ君。君はそんなクールビューティーの矜持をかなぐり捨ててまで勝ち急ぐ女ではないと信じていたのに。恥を知れ、毒不明。ちょっと意味不、なんでうち飯一緒でもいいっつっただけで異様にディスられてんの。クロエはそんなこと言わないみたいな解釈戦争やめてくんない？やっぱりみんなで食べるランチは楽しい。いいですね、チェルチェルしてきましたよね。いや雑に同意を求められても。てかその謎言語流行らせようと必死みたいだけど無理だから。未来英語を誰一人として使うことはないから。どうして皆さんはいつも一緒にいるんですか？学年も違うのに。いや、いつも一緒にいるわけじゃないし、まあ、つるんでる時間は多いけど、うちらはテレジョの中でもいたんだから。私、皆さんが羨ましいです。私も皆さんみたいに誰かと仲良くなりたいです。うちらを参考にするのはどうかと思うけど、さっきクラスの連中とどう話していいかわからないとか言ってたよね。はい。そんな風にビビったってしゃあなくない？短い間なんだし、どうせちょっとしたらはいバイバイなんだから気使っても疲れるだけじゃん。つまり何が言いたいかって言うと、なんだ、あーもうめんどくさ。クロエ先輩はね、葵ちゃんはもっと自分に素直になっていいって言いたいんだよ。勝手に人の言葉意訳しないでくんない？クロエさん、はい、そうですね。ありがとうございますクロエさん。なんだかちょっとだけ勇気を出せそうな気がしてきました。何もしてないし、てかマジで何もしてないし。嬉しいですねクロエ先輩。あ、何が。別に隠す必要はないさクロエ君。僕も立派な後輩を持って誇らしいよ。ああはいはい、もういいから黙って飯パクついてろし、食べてたら昼休み終わるっての。大丈夫大丈夫、クロエさんが背中を押してくれたんだから。ふん。大丈夫そうじゃん。頑張りましたね葵ちゃん。おお、見たまえ。他の旧友たちも続々と葵くんに会話を持ちかけているぞ。みんな待ってたんじゃないですかね、葵ちゃんが最初の一歩を踏み出してくれるのは。ん？いや、なんでうちに言うわけ。別に気にしてたとかじゃないし。いや、てか多少は気になってたけど。キャー、クロエ先輩照れてる、かわいい。この心拍数の高鳴り、クロエ君を起因として起きたものだと認めざるを得まい。
うざ。そういえば葵さんご存知？今日になって学校の池の水が全てなくなっていたそうなの。一体何があったのかしら。池の水が？ちょっとよろしいですか、葵さん。はい。何かしてしまいましたか、私。そこまでかしこまらなくて結構。進捗の方を聞いておきたいと思いまして。進捗？まさかお忘れではないと思いますが、葵さん、数日後に特別講座が控えていますからね。特別講座？みんな楽しみにしていますよ。それではごきげんよう。で、ジールたち今日は何で集められたんです？しかも放課後。いいけど、別にバイト休みだったし。すみません、ババ私忘れてしまっていて、講座、その特別な、特別講座。ああ、あれだね、編入生に課された研究発表会のようなものか。その講座に使おうと思っていた子もいなくなっちゃって、相談したら皆さんを呼ぼうって。なんでですか、先輩仲良し坊便利屋かなんかと勘違いしてません？ジエル先輩の言いなり子ちゃんじゃないんですけど。ジエル自発的に手伝いたかったのに、そういうとこでしゃしゃられちゃうとモチベ下がるんですよね。てか、うちら葵に協力するとは言ったけどさ、言ったけど講座とかそういうお勉強的なのは正直うちら向けの案件じゃなくない？ねえ。なるほど、確かにこれは我々ユニちゃんズの出番だね。乗り気の人いた！てかユニ先輩のその終わったギルド名への執念なんなわけ？怨霊なの？塩あげるから安らかに成仏してくんない？すみません皆さん、過ぎたお願いだってことは分かっているんですけど、その。ああ、気にする必要はないよ、葵くん。ユニちゃんズはいずれその名を世界中に轟かせるギルド。困っている後輩を見過ごすような我々ではないのだから。ユニさん、なんなんですか、あの妙に芝居がかった熱血姉さんみたいな感じ。さあ、しんないけど、ちっこいなりに先輩風吹かせたいお年頃なんじゃないの。では始めようではないか、ユニちゃんズ諸君。ありがとうございます、ユニちゃんズの皆さん。ユニちゃんズじゃねえし。それではまずは講座の発表項目をまとめていくとしよう。葵くんの所属ギルドはフォレスティエと言ったね。エルフ族で構成された組織と聞いているが、普段はどんな仕事？森に来る人たちのガイドとか。なるほど。では当学の箱入り育ちのお嬢様方に森の見どころや危険性をエルフの視点から語るのはどうだろう。
おまけに自然保護についても語れば教師受けもよかろう。それとそうだね、エルフが普段使う調合物など実際に作って紹介しよう。そうすればより有意義な時間を作ることができる。ユニ先輩って企画ですね。いや、頭いいのは知ってましたけど、知らなかったっていうか。まあ普段を見てっとね。クロエ君、君も同じエルフとしての知見で葵君に助言してあげてくれたまえ。同じエルフったって、うち町育ちなんだけど。まあいいか。はい、かしこまりです。はいはい。ユニ先輩、チエルは？シエル君は隅で、いや、何か疑問があったら存分にぶつけてくれると嬉しい。そのひらめきは重要だ。今一瞬チエルを戦力外にしようとしてませんでした？してましたよね。もしかしてチエル、全教科とも成績優秀なの忘れられてます？君もかね。あ、いや、協調の精神は立派だ。ふん、そうだね。君はユニ先輩、無理しなくていいんですよ。記憶喪失じゃ手伝えねっしょ。ジムスペック5歳児だし。大丈夫です。あなたがいてくれるだけでやる気が出てきますから。青い優しいけどさりげ残酷。さすがのチエルもそれは引きます。いや、うん。じゃあ君は、そうだな、僕の肩でも揉んでいてくれ。出た、窓際人事、実質リストラじゃん。これが本当の肩叩きっつって、やかましいわ。痛ただが悪くない。この圧迫感、体のコリが取れていくようだ。いやいや、体折りたたまれてるし、焙煎そこから動けんの？かなりコンパクトなことになっちゃってるけど。皆さん、本当にありがとうございました。発表内容がこんなに早くまとまるなんて。いやいや、感謝など不要さ。後輩を助けるのは先輩の務めだからな。困った時はいつでも頼ってくれていいのだよ。チエル、なんか仰いでる？ああ、これ先輩風です。ビュービューですね。これであとはここまでまとめたことを実際に特別講座で発表するのみだ。頑張るのだよ、葵くん。はい。発表？人前で？ああ、これあれだわ。むしろここからが本番ってやつですかね。私、人前で発表なんて無理です！どうしましょう、ユニさん！やれやれ、困った後輩くんだ。なが案ずるな、このユニ先輩に任せるがいい。人前で発表、そんなこと私にできるわけが。でもユニさんは任せろと言ってくれたし、頑張って特訓すれば、もしかしたら。あの、葵さん、ちょっとよろしいかしら。なんでしょう。ごめんなさい、急に。葵さん、放課後になるとすぐどこかへ行ってしまわれるから気になってしまって。ああ、その特別講座の準備でユニさんたちにお世話になっていたりして、それで。ユニさん、
それってもしかして学院随一の天才ユニ博士のことですの？博士ですか？知識豊富な方だとは思いますけど、詳しくは。葵さん、ユニ博士はセントテレサ女学院にこの人ありと歌われる天賦の才を授かったお方なんですの。私たちなどとは住む世界の違うお方で。でもユニさんもその他の皆さんもとても優しくて親切にしてくれますし。他の皆さん？確かユニ博士とよく一緒におられるのはクロエさんとジエルさん。まあ、クロエさんといえば不良の方ではないですか。チエルさんという方も風の便りに聞いておりますわ。何でも先生方さえ手を焼かれる大層なおてんばさんだとか。葵さん、あなた大丈夫ですの？そのような方々と一緒にいらして。ちょっといいかい？お邪魔するよ。ユニ博士？それに先輩方も。ごきげんよう。ごきげんよう。すまない、廊下で小耳に挟んでしまったものだから。上級生の責務として皆の誤解を解いておくべきだと思ってね。彼女葵くんは実に優しい子だ。まあそうね、うちらみたいなはぐれ者にも優しいし。しかり彼女は訪れる対象を偏見や先入観で選別しない。その門戸はいつでも誰しもに広く開かれている。それは孤高の日々に捧げられた世界に焦がれる優しい祈りだ。そんな博愛の精神に僕は敬意を表するよ。だからどうか君たちはつまらぬさじに惑うことなく、優しい彼女と純然たる友情を結んでくれたまえ。端的に還元すると、ジエルからもよろしくね。チェルーン。葵くん、すまなかった。我々のようなものと関わったことで旧友から色眼鏡で見られていたとはな。いえそんなこと。むしろありがとうございます、ユニさん。なんだかとっても嬉しかったです。私のことあんな風に言ってくれて。うむ、即興にしてはなかなかにできたセリフと演技だったろ。どうやら僕には表現者としての才能もあったようだ。え？ん？意外かね。僕とて里にいた頃は友田の愛だのを歌った青臭い学園物語に同型を抱いたものさ。その中の一冊に今の状況に類似する感動的な一幕があってね。ついつい年がいもなく情感たっぷりに再現してしまったよ。端的に還元すれば、僕は青春がしたい。何にせよ監修もとい葵くんに喜んでもらえたのなら幸いだ。くすぶる役者魂に火をつけた甲斐があったというもの。さあ、雑談はこのくらいにして特別講座の練習を。葵くん、何やら固まっているようだが。ないわ、ユニ先輩、今のはないっすわ。ぼっちの心ぼっち知らずってやつですね、ユニ先輩。ん？どういうことだい？ひどいです、ユニさん。あれ、待ってくれ葵くん。一体なぜそのような反応を？誤解ではないが、弁解させてくれ。違うのだ、あの言葉は創作になぞらえたものだが、僕が潜在的にそう思っていたこともまた事実で。葵くん。おや、誰かそこにいるのですか？
以上です。うむ、発表は問題あるまい。多少ぎこちなかったが、あとはもっと堂々とできればより良くなるだろう。いいんでね、よくやったんじゃん。のスキンシップは大事だよ。イエーイ。ちょっと、なんでうちの後ろに隠れんの。もう、クロエ先輩、シエルの葵ちゃん返してくださいよ。シエル君のではないがね。しかるに、君はそういうところだぞ。葵君の気持ちはよくわかる。何がです？うちもなんとなく。シエル圧が強いってか、ギラギラしてるし。なんですと？確かにシエルピッカピカに輝いてますけど、金か銀か宝石かって言われますけど。でもそういうことじゃないよね。シエルのこと平気だよね、葵ちゃん。マジか、マジか。僕らのようなぼっちには押すだけではダメなのだよ。恋愛と同じさ。押してダメなら引いてみろと言うだろ。ユニ先輩、恋愛語りの資格をお持ちでしたっけ？シエル、カウンターの角度がえぐい。パイセン膝抱えちゃったじゃん。私なんかを可愛いって言ってくれて、すごく気さくに話しかけてくれるから、ついびっくりしちゃって。葵ちゃん、じゃあゆっくりならいいってことだよね。そろりこそろりこ。しゃっ、ジル、誰とでも秒で友達になれるのに。先輩になれるために必要？特訓？チエルと話すのに必要なの？特訓？なるほど、チエル先輩になれれば特別講座で堂々とできるというわけですね。なんかチエル、試練みたいに扱われてません？だが、理にはかなっているな。シエル君レベルのようなものと渡り合えれば、この図から度胸もつくだろう。ハードルは高いがな。まあいいんじゃね、意義なし。ハードルは高いけど。わかりました。私、シエルさんと話せるようになってみせます。ハードル高いですけど。待って待って、勝手に進めてますけど、絡みにくいキャラ筆頭みたいに言わないでくれません？チール全然ハードル高くないですからね。ないですよね。うわ、人多いし、帰っていい？待ちたまえ、クロエ君。葵君の努力の成果を見届けたいと思わないのかね。待ってますって、本気の冗談っすよ。それどっちなんです？でも葵ちゃん、あれから何度も特訓したけど、結局最後までチールを飛び越えられませんでしたね。ハードルの自覚出ちゃってるわ、この子。しかし遅いな。そろそろ準備をしないと間に合わないのではないか？そうっすね。うちらで用意したプリントとかまだ配られてないし。よもや、まさか。もしかして逃げた？どうします？彼女には探知魔法用のマーキングを付しておくべきだったか。
まあ今言ってもせんなきこと。とにかくクロエ君探しに。チエル探しに行きますんで、先輩たち講座の準備進めといてもらえます？探しにってチエルが？大丈夫なのかね。うん、先輩ありがちるです。じゃあチェルッと行ってきますね。早んねつの。うん、では我々は講座の準備をするとしよう。どうしよう。教室に人がいっぱいいて、入ろうとしたら一斉にこっち見られて、思わず逃げ出しちゃいました。ユニさん、クロエさん、チエルさん、皆さんに悪いことしちゃった。謝っても許してもらえませんよね。チェルーン、ひゃー、やっほい、葵ちゃん、やっぱここいた。前と同じ空き教室で助かったよ。チエルさん、ごめんなさい。 あれだけ協力してもらったのに。私、うん、びっくりした。普通あんだけ練習しといて本番直前に逃げるかな。すっごい度胸だよね。さすがのチエルもそれはできない。マジ尊敬する。ほんとほんと、嫌味とかじゃなくて普通に。え、あのね、チエルとしては葵ちゃんってめちゃめちゃ勇気があると思うんだ。逆方向に思い切りがいいっていうか。でもさ、逆でもなんでも結果それだって勇気じゃん。逃げるのに勇気いらないってことはないわけだし。私に勇気が？そう、だから今回はその方向をちょっとだけ変えてみればいいんじゃないかにゃーって。ほら思い出してみよう。今日のために葵ちゃんどんなことしてきたか。今日のためにたくさん頑張ってきました。クロエさんに背中を押してもらって、ユニさんに発表内容の手伝いをしてもらって、シエルさんには今自信をもらいました。そう言われるとなんか照れるな。シエルさんがただいまの発言にいいねしました。チェルーン、シェルーン。お、やる。クロエ先輩にもできないこの挨拶ができるなら、葵ちゃんもう怖いことなんてなんもないでしょ。はい、私急いで教室に戻ります。ありがとうございます、チエルさん。以上です。ご清聴ありがとうございました。どうなることかと思ったが、想像以上の出来だったな。おお、完璧じゃん。もっと感謝してくれてもいいんですよ、先輩。葵さん、講座中にあった森に住んでる動物のこと、もっと教えてもらえませんか？さっきの見せていただいた調合物、他にはどんな使い方ができますか？集中切れちゃったかな。完璧テンパってる。事前に練習してたのはここまでだし、あれまずいんじゃね。確かに講座の後に質問が殺到するのは想定外だったな。うん、助け舟を出すか。うん、どうでしょう。多分大丈夫じゃないですかね。もうちょっとここから見ててあげません？勇気を出す方向を少しだけ変えるですよね。あの森に住んでる動物は、そのさっきの粉は狩りにも使えて、矢尻に塗ると爆発ね。
失礼。葵さん、私からも一つ伺いたいことがあるのですが。はい。エルフの森に巨大化する植物はいるかしら。え、はい、いるにはいますけど。では私の見間違いではなかったのですね。あの巨大な根っこのような大型の植物は。え、まさかそれってマンドラゴラ？集まっていただいてすみません、皆さん。いいけど別に。てかもう慣れたし。なんかもうこの5人すっかり一面って感じですもんね。いつものメンツ、通称吐きだめ。ユニちゃんズという名に恥じぬ活動をしていると思うよ。実に誇り高い。それで、その実は大変なことが起きてまして。ギルド名が勝手に変えられてるとか、ギルド名からセンスが奪われてるとか。耐えろ耐えるんだ僕。いつだって先駆者というものは存在に扱われるもの。そのさっき特別講座の後に先生がおっしゃっていた植物なんですけど、仕上げにくいのですが、それ私が持ってきたマンドラゴラかもしれないんです。うん、なるほど、特進が言った。学内の池の水が干上がっていたというのはそのマンドラゴラの仕業のようだね。ああ、そういえばチエルも友達からなんか変なのが歩いてるとかって聞いたかもです。エルフの森のマンドラゴラか。いや、葵くんの証言から類推するに、そいつはきっと王毒マンドラゴラと呼ばれる亜種だろう。一般的なマンドラゴラと誤認して持ち込んでしまったのだね。まあ仕方あるまいよ。エルフの森においてさえ大変な希少種らしいからな。ユニさんすごいです。エルフの森の植物なんてなかなか知ってる人いないのに。こんなものは基礎知識、常識的範疇だよ。いやいや、はっはっは。得意げですねユニ先輩。もっと褒めろって顔してますよこれ。王毒マンドラゴラ。え、あーと、ちょい考え事ってか思い出し中。でももう大丈夫。よし、そいつ捕まえよう。は？で、手伝っていただけるんですか？てか、今日うちら呼んだのそういうことっしょ？いいよ、捕まえるよ全然。クロエさん、私嬉しいです。どうしちゃったんですか、クロエ先輩？いつもならめどいめんどいめんどいんとか言ってるところでしょ。何その三段活用、そんなこと言わんし。もしや具合でも悪かったのかね。それは悪いことをしてしまった。うちが前向き発言するとここまで言われんだ。割かし心外。それでクロエ先輩はいきなり何を思い出したんです？いいかは言っても、いや、前にうちが働いてたじゃなくて行った変な店でちょっと聞いたことあるんだけど、王毒マンドラゴラ裏市場でのその流通価格は皆さんこそこそと何を。葵くん安心したまえ。
るっと解決してあげちゃう。はい。任せなよ。マンドラゴラはうちらが絶対に捕まえてみせる。仲良し部の名にかけて。皆さん、私なんかのためにありがとうございます。私も BB 団として精一杯頑張りますね。で、校舎の中探し尽くしちゃったわけですけど、流れで外に出てきちゃったわけですけど、ユニ先輩、なんかもっと豆知識ないんですか？僕の知識を豆サイズにしないでもらえるかな、チエル君。うん、そうだな。黄毒マンドラゴラは空気中の魔力を栄養源とするのだが、成長しきった個体は根のみならず実や花にまで毒を持つらしい。しかりだが、その毒こそが様々な分野において重宝されるのだよ。苦味こそが良薬の条件とはよく言ったものさ。てか、そいつエルフの森以外だと成長速度鬼らしいじゃん。なんか早いとこ見つけないと面倒いことになりそう。生意気に虫とか魚みたく隠れるって知恵があるらしいし。ん？それは書物には載っていなかったな。興味深い。エルフの間に伝わる口伝かね。他にもなんか聞いたことあるような気がすんだけど、なんだっけな。適当にバイトすんじゃなかったな。クロエ先輩、この学校バイト禁止ですよ。まあ聞かなかったふりしますけど、チエルは空気の読める愛され系女子ですから。しかし、植物だてらに身を隠す習性まであるとはな。そうなると創作活動も難航しそうだ。何か打開策はないものか。後輩がメルヘンのことを言い出したね。汚れを知らぬ幼子アピールだろうか。致し方なし。ほら、僕の胸に飛び込んでくるといい。撫でてあげよう。そうだ、その手がありましたね。なる、それの。そうか、そういえば森を守るエルフは。はい、何です、みんなして。チエルのけものにするなんていい度胸じゃないですか。泣きますよ。乙女の涙に勝てると思わないことですね。私、植物や動物とお話できるんです。え、マジ？はい、待っててください。今聞いてきますね。セントテレサ女学院にところが、何この雰囲気。ほとんど廃屋、通称ダンジョン。葵ちゃん、逃げたマンドラゴラ本当にこんなとこいるの？はい、校舎裏にいたお花さんがこの旧校舎に入っていくのを見たって。つってもな、この広い中漠然と探すのはだるすぎ。ユニ先輩、旧校舎の主じゃん。なんかここ関係のお役立ちトピックとかないっすか？いや、確かに僕の居城たる象牙の塔は旧校舎側にあるがね、他の塔にはあいにくほとんど立ち入ったことがないのだよ。ああ、ユニ先輩基本引きこもりですもんね。青春したいとか言ってて積極的に外へ出るわけでもないし、肝心な時に使えなくても仕方ないですよ。どんまい。知恵る、言葉の刃が鋭すぎんよ。ユニ先輩、目から光が消えちゃったじゃん。いや待て、僕の情報量を見くびってもらっては困る。メモマの僕はこれまで教員たちが口にした些細なつれづれもいちいち記録している。何か手がかりがあるやもしれぬ。しばし待つのだ。皆さん、聞こえましたか？いや、何も聞こえないけど。何、葵ちゃん、
肝試ししたくなっちゃった？いいよ、やろっか肝試し。チエロは可愛すぎちゃってお化け役とか無理だけど、クロエ先輩だったら真顔で暗がり立たせとくだけで。いえ、そのこの扉の奥から声が。あの先は大講堂って書いてありますね。旧校舎の大講堂だと。はて、学院のマザーたちから聞いたことがあるが、その区画は老朽化が甚だしく長らく封鎖されているはずだ。にもかかわらず声がした。ということは大当たりってやつ。こいつはチェルってきましたね。喜び諸君、目標発見だ。ですね。でもですよ先輩。どうすんのこれ。なんでこんなに大きくなってるんですか。違いだろうな。エルフの森とここでは土壌に含まれる栄養素も空気中に含まれるマナの質も違う。頭上をよく見たまえ。うーわー、なんか毒々しい花咲いてるんですけど、可愛さのかけらもないんですけど。ふう、参った。花が咲いてるってことはもう成長しきってるわ。こいつ成長しきってるとどうなっちゃうんです。テレジョがヤバみ。そんな大事なんです。チエル、そういうのマジ勘弁なんですけど。環境の違いによる成長過程の変異、実に興味深い事象ではあるが。材でワンパクすぎでしょう。だるいことになってきたわ。諸君、先ほども説明した通り、あのマンドラゴラは毒を持っている。端的に還元すればあの触手に当たらないようにね。ぼっちの極意だ。すごい、すごいの。あれ、チエルはあれを見習ってしまっていいの。いや無理だし、てか無理だし。危ない、そっちに攻撃が。
いやそうだけど、本当そうだけど、今そこ謝る？てかできるんだ。先輩、あれで本当に避けてるし。なんだか僕にもできる気がしてきたよ。あんまりやりたくないけど。教師の手に余る天才で申し訳ない。顔が良すぎてごめんちゃい。知らんけどなんかさせした。すごいです。皆さん、これでぼっち開伝ですね。褒められてる。チール、これ喜んでもいいの？マイカ、わーいいけど、なんでも結果あの職種には慣れてきたし。うむ、ならばそろそろ我々全員で。おお、全身の細胞が湧き立つようなこの興味深い感覚、この力があれば。僭越ながら僕から行かせていただこう。ほわっ。対戦、その斧みたいなの振らないんだ。受ける。てか受ける。ユニ先輩、やりすぎ厳禁ですよ。チェルルン。あの大きなマンドラゴラが体勢を崩して。すごいです、チエルさん。いや、うちの配当減るじゃん。しゃあない、若干やる気出しときますかね。とそう褒めないでくれたまえ。騒ぐほどのことじゃ。へへへ、喜びだらもですよ。可愛い上に強いチエルンの多彩さに恐れをののきました。私も頑張ります。皆さんの足手まといにならないように。そうだ、特別講座のために作った調合物。ちょっと危ないけど、これを矢尻に塗れば。仕上げにかかるぞ、クロエ君、チエル君。我々の夢までもう一息だ。ガッポガッポです。資本主義楽勝っすわ。皆さんのおかげで隙が今しかありません。皆さん離れてください。爆発させます。何？爆発？え？私の弓でみんなを守る。派手に爆発してくれちゃって。お金のなる気が。マンドラゴラの悲鳴は噂通りのご恩だったな。今僕たちはかなりレアな経験をしたと思うんだが。そんな経験よりお金ですよ。お金、せっかくの大金がコッパミシンになっちゃったんですよ。売るとこ一つ残ってないと。跡形もないしね。どうすっかな。皆さん、お怪我は？平気平気。まあ儲け話はなくなったけど。儲け話って？え、ああ、なんだろう、何のことだと思う、チエル。
チエルは何のことだかさっぱりわかりません。格式のユニ先輩なら知ってるんじゃ。僕たちはただ今後のランドソルで研究用素材を安定供給するための施策を練っていただけさ。研究？ユニ先輩ごまかし方下手すぎ。ああ、いやごめん、悪かった。ぶっちゃけうちらマンドラゴラ捕まえて売ろうと思ってたんだよね。かたじけない、下心というやつが魂の容器から溢れてしまってね。高額取引、通称人の心が狂う値段だから、そうチェルチェルしてたのはどっちかってと自分たちのためだったの。なんていうか嘘ついてたみたいでごめんね葵ちゃん。そんなことだったんですか。え？そんなの全然平気です。私このセントテレサ女学院に来た時本当に心細くて、でもあなたが仲良し部の皆さんを連れてきてくれて、最初は怖かったけど今は本当に良かったと思うんです。仲良し部の皆さんと知り合っていろんなお手伝いをしていただいて、皆さんのことが分かった気がするんです。ユニさんはいろんなことを知ってて私に少し似てるところがあって、クロエさんは少し怖いけど誰よりも一番優しくて、シエルさんはとっても明るく眩しくて、なのに私なんかとも分け隔てなく接してくれて、だからたとえ下心があったとしても全然平気です。むしろ私が台無しにしちゃってごめんなさいです。葵くん、君という子はいい話だにゃー。あれ、クロエ先輩顔真っ赤にしちゃってどうしたんです？黙るし、なんでもないし。次行ったら殴る、グーで。クロエ先輩は分かりやすいですね。うむ、趣深い感情の表出を観測させてもらった。実に愉快な気分だよクロエ君。よし、全員並べ、歯食いしばんなよ。話だにゃお世話になりました。葵ちゃん、チェルチェル、一発目にそのクソ寒い挨拶すんのやめてくんない？皇族マジ迷惑。チェルやんのかい。なんでよパイさん、頭チェルってんじゃないの。クロエ先輩がついにチェル語を。でもそれ使い方違います、クソ語用です。皆さん、どうして？最初のお迎えもしていただいたのに、最後のお見送りまで。いいんでしょうか？私なんかがこんな扱いを受けて。いいんじゃないの、別に。こっちが勝手にしたいからしてるだけだし。そうそう。それにほら、校舎の方を見てごらん。
でもお待ちしていますよ。あんなに大勢。うむ、彼女らも皆間近で見送りたいと主張していたのだが、それでは葵くんが恐縮してしまうと思ってね。チエルが根回ししときました。チエルは気の利く女なんです。私こんなの初めてです。私なんかのために。なんかじゃないし、あんだけ頑張ったんだから胸張りなよ葵。クロエさん。うんうん、涙は乙女を美しくする。びちゃびちゃ流しとこう。実にいい場面だ。うん。ところで葵くん、感動中のところ悪いのだが、一つ確認しておきたいことがあってね。なんでしょう。ぶっちゃけマンドラゴラもっと手に入る？ええ？ほら、あれってエルフの森に生えてるんでしょ。ちょこっとだけチエルたちに横流しじゃなかった、プレゼントしてくれないかななんて。先輩が引いてる。あ、ほらほら、かわいいチエルですよ、チェル。ごまかせない？やっぱりでしょうね。いや、葵くん、違うのだよ。これはあくまで学術的研究の観点からマンドラゴラの培養と生産と流通をだね。あ、そうだ、ひらめいた。今回の事件を冒険小説にして出版するとかどうです？誰が書くの？あ、でもそれリアルにやったら奨学金審査の提出課題にできんじゃね。なるほど、妙案だな。ならば早速ユニちゃんズの活動報告としてレポートをまとめてみようではないか。素敵。じゃあ全部お願いしますね、ユニちゃんズのリーダー。それな、それだわ、ユニちゃんズ最高。なんと、とうとうユニちゃんズが認められた。なんたる強行。よかろう、かわいい後輩たち。頼れるユニ先輩がじわき肉躍る最高のレポートを作成してやろうじゃないか。この先輩ちょろいわ。私、皆さんと知り合えて本当に良かったです。僕もだよ、チエルも。右に同じ。てか、まあ、うん、うちも良かった。じゃあ私行きますね。はい。あのまた会えた時は私皆さんと友達になりたいです。行っちゃった。逃げるように走って行ったな。だね、なんか言ってたけど最後。本当ですよ、何言っちゃってるんだか。まったく、おかしなことを言うものだ。葵くん、我々と君はもはやとっくに友達だよ。わちゃとわんちゃめちゃ仲良し、めちゃありありマリー、とりまーすかわいい。私たち仲良し分メンズにしちゃあっちこっちに配りがとこう。お金心恋も友情も全部いただいて、いろいろしたいあれもこれもぶっちゃけ欲しいね。あれ青春のロービング、私たちイケてるじゃん。なんだかんだ大集合、エルムバイトダーベリング守護者浴びてリピーテモテチラ達成。利害の一致そうっすね、もっともライフシェアリングしかりしかもポケモンラブ&ピース掲げてます。一を楽しいこともっと